人類の歴史を紐解けば、それは戦いの歴史でもある。これまで数えきれぬほどの戦いが起こった中で、漢寧の戦いほど人々の記憶に刻まれた戦争はない。それほどまでの壮絶な戦いだったんだね。結論から言えばローマはこの戦いに負けた。完膚なきまでの敗北だった。あの最強無敵の軍団か。しかしこの時のローマという国は、強さを持っていた。真の意味で強い国だった。真の意味？今回はそのあたりも含め、ローマ史上最大の敗北、漢寧の戦いについて見ていこう。見ていこう。ハンニバルの強さは圧倒的だった。トレビア下藩の戦い、トラシメヌス湖藩の戦いと、ローマはハンニバル相手に連敗した。詳しくは、トラシメヌス湖藩の戦い、を見てね。この非常事態についに、ローマの最高意思決定機関である元老院は、ディクタトルを選出した。ディクタトル？日本語では、独裁官、と訳される役職で、独裁者を表す、ディクテーター、の語源となった。独裁者を極度に嫌う共和制ローマにおいて、平時この役職は置かれていない。緊急事態にのみ置かれる役職なんだね。今まさに、ローマは緊急事態にあった。国家存亡の危機と言っても良いだろう。ハンニバルは強すぎるもんね。通常、ローマ最高職である執政官コンスルは、2名選出され、任期は1年とされる。一方独裁官ディクタトルは1名で、任期は半年とされる。両方ともコンスルの半分だね。だがそれゆえに持つ権限は強力で、軍権であるインペリウムを持ち、その決定は五民間の持つ強力な特権ベトをも跳ねのけた。拒否権さえ通じないんだ。だからといってその権限が無制限というわけではなく、ローマ諸法の制限などは受けた。中華における皇帝の持つ権限とはだいぶ違うんだね。中華はいかに一人に集権させるかを重視したのに対し、ローマはいかに一人に権限を集中させないかを重視した。それでも非常時には一人に集権させたんだね。その柔軟性こそがローマの強さだったと言える。ディクタトルに任命されたのは、クインプス・ファビウス・マクシムスという男だった。ローマの名門貴族ファビウス一門に属するマクシムスは、この時58歳であったという。ファビウス一門？古代ローマにおける人名は、プラエノーメン、ノーメン、コグノーメンの順で表される。ちょっと何言ってんのかわかんない。日本語で言うと個人名、一門名、姓名といった感じかな。じゃあクインプスが個人名で、ファビウスが一門名で、マクシムスが姓名なわけだね。ローマにおける貴族は建国からかなり早い段階で決められたと見られている。それゆえに各貴族の子孫も多く、一門名と姓名が必要だったと推測される。それで名前が3つ並ぶんだね。それに尊称なども並ぶので、ラテン人の名前は非常に長くなりやすかった。現在でもラテン系の人々の名前が長いのはそのあたりが影響していると言える。ピカソとか名前が非常に長かったんだよね。が正式な名前らしいからな。名前が長い。一方ハンニバルは着々と自身の計画を進めていた。自身の計画とな？もちろんローマを滅ぼすという計画だ。トラシメヌス湖藩の戦いの後、ハンニバルはローマ兵以外を解放した。ローマ兵以外も参加していたのかい？ポイントはまさにその点にあった。イタリア半島を統一し、コルシカ島やサルデーニャ島を支配していても、ローマは依然都市国家のままだったと言える。ちょっと何言ってるかわかんない。ローマという国は2000年近く続いたわけだが、その中で幾度となく政体が変化した。この時期のローマは、その領内を全て直轄的に支配していたわけではない。中華帝国のような専制的領域国家を思い浮かべてはいけないわけだね。イタリア半島にはいくつかの都市国家が存在し、それらの国々はラテン同盟を形成していた。ハンニバルが狙ったのはそのラテン同盟であった。ラテン同盟を味方につけようとしたのかい？従わせようとした、が近いかもしれない。ローマはイタリア半島外の地域については属州として直轄支配していたわけだが、イタリア半島内の諸国家はローマに直接支配されているわけではない。その諸国家がローマを攻撃すれば、ローマは四面楚歌状態になるわけだね。ハンニバルが従えていた兵力では、ローマを陥落させることはできない。それを誰より知っていたのがハンニバル自身である。
ローマを攻略しようとすれば、ラテン同盟諸国が救援に来るというわけだね。そうなればカルタゴ軍は包囲され、殲滅されることになる。ハンニバルにとって一番厄介なのは、ローマにこもられることであったと言える。直接的な海戦でローマ本軍を叩き潰す必要があったんだね。ハンニバルは力の論理で生きてきた人間だ。もともとカルタゴは古代オリエントに住まうフェニキア人が建てた都市国家だった。詳しくは、フェニキアの滅亡、を見てね。古代オリエントにも、数えきれないほどの都市国家が存在していた。そしてそれらの都市国家は、強力な王権が誕生すると、こぞって服属するのが常であった。ペルシア帝国やアレクサンダー大王の帝国などは、そうやって巨大帝国になったのである。詳しくは、ペルシア帝国の滅亡、を見てね。ハンニバルらバルカ一族は、その力の論理でもってイベリア半島に住まう諸部族を支配した。そしてその論理をイタリア半島に持ち込んだんだね。ハンニバルはラテン同盟の兵士たちには寛容に接した。ラテン同盟諸国がハンニバルに協力するのを期待してのことだったと言われている。めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさ。あとはローマの軍団を海戦にて粉砕するだけ。そのようなハンニバルの計画を見抜いていた人物が一人だけいた。一体何者だい？ディクタトルとなったファビウス・マクシムスだ。ハンニバルの親であるハミルカルと同世代のマクシムスは、ハンニバルの意図を見抜いていた。そのため彼は、ファビアン戦法、を取った。ファビアン戦法？そのような名称が付けられるのは広大のことで、当然マクシムスの名前が由来だ。日本語に訳したら、持久戦法、が最も近い概念になるだろう。マクシムスは海戦を避け、時間をかけてハンニバルを追い詰める戦法を採用したのだ。持久戦に持ち込んだわけだね。しかしローマ市民はそんなマクシムスの態度を非難した。人々はこぞってマクシムスをクンクタトール、と言って下げすんだ。クンクタトール？ノロマ、グズ、といった意味合いがあったという。ひどいことを言うな。正々堂々敵と戦って勝つ。それを美学としていたローマ人は多かった。負けっぱなしでは終われないよな。多くのローマ兵が求めていたのは、雪辱を果たす機会であった。ハンニバルを叩きのめしたいんだね。ローマは剣でお返しする。それが国是だったからな。ハンニバルはトラシメヌス湖畔の戦いの後、アドリア海沿岸を荒らし回った。挑発行為だね。挑発だけとも言えない。ラテン同盟の一国であるルケリアを陥落させているからな。ローマ本軍がやってこなければ徐々に力が削られていくわけだね。ダウニア地方にて、マクシムス率いるローマ軍とハンニバル軍が開港した。しかしマクシムスはハンニバルに攻撃しない。一方ハンニバルは再び略奪を開始した。それを見ているのかい？いや、ハンニバルが略奪を開始するとマクシムスは攻撃に転じた。そしてハンニバルが反撃に出ると撤退していくのであった。大きなぶつかり合いは避けるわけだね。ハンニバルはその後アペニン山脈に入り、カンパニア平原に抜け、カプアの周辺を荒らし回った。マクシムスはこれをハンニバルの挑発行為と見抜き、山道を押さえてしまう。これによってハンニバルは袋のネズミとなったが、牛を暴走させるという奇策によって包囲を突破するという離れ技を見せた。取り逃がしたね。マクシムスはハンニバルを逃したことによって激しい非難を受けることになる。一方マキシムスによって騎兵長官に任命されていたミムキウスは、ハンニバルに攻撃を仕掛け、これを撃破することに成功した。見たか？これがローマの力だ。これにはローマ人大歓喜。ミムキウスはディクタトルに任命されたのである。あれ？独裁官が二人？ローマの人々は、消極策にしか出ないマキシムスに脳を突きつけたのだ。そしてミムキウスはハンニバルに対して積極的な攻勢に出た。ローマの力を見よ。そしてハンニバルの待ち伏せにあってミヌキウスの部隊は壊滅した。ハンニバルを甘く見るからだ。事態を察知したマクシムスが助けに来なければ、ミヌキウスは死んでいたと言われている。そしてディクタトルの任期が終わった。紀元前216年になると、アウミリウスとテレンティウスがローマの執政官婚するとなった。年ごとに交代するんだったね。ローマはハンニバルとの戦争に、総力をかけることにした。動員された兵力は8個軍団にも及ぶ。そう言われてもピンとこない？ 1 個軍団は歩兵4000、騎兵200からなり、8個だと歩兵3万、2000、騎
兵1600となる。そこまで大きな兵力にも見えないんだけど。それは平時の数字で、非常時には1個軍団で歩兵5000、騎兵300になったという。つまり8個軍団だと歩兵4万、騎兵2400になるわけだね。同盟1から同数の兵員が動員されるため、総勢では8万を超える兵力となった。つまりローマ側の方が兵力では圧倒的だったわけだね。ハンニバル側の兵力は正確には不明だが、多く見積もっても5万であろうと見られている。圧倒的に不利なはずのハンニバルだったが、この展開こそが彼の望んでいたものだった。いやいや、敵地で孤立した状態でさらに相手の方が兵数がはるかに多いんだよ。ハンニバルは慣例に布陣した。その情報を得たローマ軍は、ハンニバルとその軍団を殲滅すべく向かった。指揮官はコンスル2人に加え、プロコンスルの地位を持つグナエウスとアテリウスの計4人。絶対に負けられない戦いがここにはある。決戦が行われたのは、紀元前216年8月2日のことだった。ハンニバルが慣例を抑えたのは、まだ春のことだったと言われている。慣例には食糧庫があり、兵站に難を抱えるハンニバルがこの地を抑えた意味は大きい。兵站を制す者は戦を制す。慣例で待ち構えるハンニバルに対して攻撃を仕掛けるかどうかは、ローマ兵団内でも議論があった。慣例は平原となっており、騎兵の多いハンニバル軍が優位に戦いを進められる場所だったのだ。ノマデスことヌミディア騎兵が威力を発揮しやすい場所だということだね。二人のコンスルのうち、アエミリウスがその意見を述べ、一方のテレンティウスは圧倒的兵数の優位を理由に攻撃を主張した。最終的にはテレンティウスの意見が通ることになる。ノマデスの強さはローマも認識していたんだね。これまで何度もミエユを飲まされてきた相手だからな。ただ、ローマ側の認識として、先のトラシメヌス湖畔の戦いは敗戦というより奇襲の結果だという認識が強かったようだ。全部霧のせいだ。慣例での大激突の直前、ローマ軍とハンニバル軍で小競り合いがあった。その結果ローマはカルタゴに損害を与えることに成功した。なんかこのパターンさっきも見たような。決戦の当日、ローマは重装歩兵を中央に置き、その前面に軽装歩兵、両翼を騎兵で固めるという伝統的な布陣を敷いた。必勝の型だね。対するハンニバルは弓型の陣形を敷いたと言われる。弓型？それが何を意味しているか、この時点ではローマの誰もわからなかった。ハンニバル軍も左翼にガリアとイベリアの騎兵を、右翼にヌミディアの騎兵を配置していた。つまり歩兵は歩兵同士、騎兵は騎兵同士戦うわけだね。ローマの中央歩兵部隊は、定石の通り3列渋滞となっており、前方には動きの柔軟な軽装歩兵を、後方には重装歩兵を配置していた。ギリシアのファランクスとは少し違うんだね。重装歩兵部隊は強力だが柔軟性に欠ける。そこでローマは軽装歩兵と重装歩兵の混合編成を採用したのだ。柔軟性を持たせるところはローマの国勢と似ているね。ローマはアテネからたくさんのことを学んだが、やや硬直化したアテネとは違い、あらゆることに柔軟性を持たせたと言える。故に時代の変化に合わせて様々な形を取ったのである。ローマの強さの根源だね。この日の総司令官はテレンティウスであった。この日？二人いた執政官は、一日ごとに司令官を変えていたようだな。テレンティウスの作戦はシンプルであった。圧倒的な兵力優位でもって中央から突撃し、ハンニバルの軍団を真っ二つに分断する。アテネやローマが得意とする戦法だね。通信技術のない古代の戦いにおいて、戦力が分断されれば指揮系統は復活しない。分断された瞬間に勝負は決まるのだ。必勝法だね。すべてはハンニバルの想定通りであった。想定通りって、ローマの突撃を防げないよ。ハンニバルには当初から、敵の中央突破を防ぎきるつもりなどなかった。そのための弓型陣形だったのだ。よくわからないなぁ。平野部での戦いを選択した時点で、すでにハンニバルの目論みは達成されていた。中央の歩兵の数では、ローマはハンニバルの軍団を圧倒していた。しかし騎兵の数では、ハンニバルの軍団はローマの軍団を圧倒していた。ローマはたくさんの騎兵を用意できなかったもんねー。その上、これまでの戦いで多くの騎兵を失ってしまったからな。対してハンニバルの軍団はほとんど騎兵を失ってはいなかった。
数の上での優位があったわけだね。優位だったのは数だけではない。全土の面でも大きな差があった。ヌミディア騎兵ことのマデスは、遊牧民族の語源ともなっただけあって、生まれた時から馬と共にあった。兵の連度が違うわけだね。ノマデス部隊は敵の騎兵部隊を瞬く間に殲滅していた。突撃に夢中のローマの中央兵団は、そのことに気づいていない。側面から攻撃を仕掛けるのか？側面だけではなく背面からもな。ほとんどのローマ兵は、何が起こったのかさえわからずに死んでいった。一体何が起こった？ハンニバルの歩兵部隊は、ローマ軍団の突撃を後退しながら防いだ。もともと弓形だった陣形は、それによってローマの軍団を包み込むような形になる。この形はもはや、この形を初めて実戦に用いたのは、現在確認できる限り古代アテネの名将ミルティアデスだ。ミルティアデスはペルシアとの戦いにおいて、敵軍に対する包囲殲滅戦法を成功させ、圧倒的多数を誇ったペルシア軍に勝利した。詳しくは、マラトンの戦い、を見てね。その戦術はアレクサンダー大王によって昇華された。大王は蓄積されたあらゆる戦術を柔軟に使いこなし、空前絶後の大帝国を樹立したのである。詳しくは、アレクサンダー大王、を見てね。最強はアレクサンダー大王。ハンニバルは後にそう語っており、その戦術を細かく分析していたと思われる。そしてそれを実践したわけだね。人間はその性質上、一方向からの動きにしか対応できない。前後、もしくは左右から攻撃されたらどうしようもないね。前後左右から突然攻撃されれば、人はパニックになる。そこから先は戦争ではなく殺戮だった。最初に死んだ指揮官は、執政官エミリウスだったと言われている。平野での戦闘に異を唱えていた人だね。プロコンスルであったセルウィウスとアテリウスも死んだ。少し前までディクタトルの地位にいたミヌキウスも死んだ。彼はハンニバルにはついにかなわなかったね。この戦いを生き残れたローマ側の兵士は、1万人ほどであったという。8万人以上いたのに。9割以上が死んでしまった計算になる。一度の戦闘でここまでの割合戦死した例は、世界史にあまたある戦闘の中でも指折りで数えられるほどしかない。関内の戦いは、2000年以上続いたローマの歴史の中で、最悪の敗戦だったと言えるだろう。完膚なきまでの敗戦だったね。彼を知り、己を知らば百戦危うからず。孫子の兵法書の一節だが、ハンニバルは自分のことはもちろん、ローマのことを知り尽くしていた。その結果が関内の戦いに出たわけだね。ハンニバルは時としてわざと相手に勝たせた。そして相手を術中にはめ込んでいくのである。史上最強の戦術家と言われるゆえんだね。だがハンニバルは知らなかった。ローマという国が持つ本当の強さというものを。ローマの持つ本当の強さとは一体？関内の戦いと時を同じくして、イタリア北方にてローマの軍団がガリア人のイッパボイイ族に敗北した。ローマの軍団は、壊滅してしまったと言える。もう戦えないじゃないか。にもかかわらずハンニバルはローマを攻められなかったのである。一体なぜだい？ラテン同盟諸国がローマを見限らなかったからさ。どうかの力。それがローマの本当の強さの正体だった。よくわからないな。古代ギリシアと古代ローマはよく比較される。両者は共に民主制を採用し、西洋文明の大元となったわけだが、そこには決定的な違いがあった。それが、どうかの力、だったわけかい。古代ギリシア人は、自らをヘレネスと呼び、異民族をバルバロイと呼んで蔑み続けた。民族主義的傾向が強かったわけだね。だがローマは違った。あらゆる民族を内側に取り込んでいったのだ。現在存在する国で、最もローマの影響を色濃く受け継いでいるのは、アメリカ合衆国だと言える。あらゆる国の出身者、あらゆる人種、あらゆる民族を、アメリカ合衆国はアメリカ人、として内包させた。他の国と決定的に異なっているね。カルタゴを建国したフェニキア人にも、同化の発想はなかった。伝承によればカルタゴは紀元前814年にアフリカの地に建てられたが、現地の人々とは決して同化しようとはしなかった。そういえばずっと戦争し続けていたね。前回触れたノマデス戦争も、別名をリビア戦争という。リビア人が多かったんだね。関内の戦いに勝ったハンニバルにとって、初めて想定外のことが起きた。
ハンニバルの目論見通り、ハンニバルに協力した都市国家もあった。カプア、アテッラ、カラティア、サラピアニアルピなどが代表例である。でも大多数はローマに味方をしたんだね。ローマは支配していたわけではなかったからな。結局ハンニバルはローマを直接攻撃できなかった。ただ、それはイタリア半島内の話であって、その外になると事情はまた違った。ほう。具体的にはギリシアの強国マケドニアがハンニバル側についた。アレクサンダー大王の国だね。アレクサンダー大王の系譜はとうに途絶えてしまったがな。詳しくは、アレクサンダー帝国の滅亡、を見てね。マケドニアとローマは、アドリア海の覇権及びイユリア地方をめぐって対立していた。関内の戦いの翌年にあたる紀元前215年、ハンニバルとマケドニアは大ローマ同盟を結んだ。フェニキア人の末裔と古代ギリシア人の末裔が手を結んだんだね。そしてもう一つ、ハンニバルの同盟者となった国があった。シチリア島のギリシア人都市国家シラクサであった。何百年もカルタゴとシチリア島で争った国だよね。まさに歴史的な出来事であったと言えるだろう。ローマは、各方面から敵に囲まれたことになる。ローマの窮地を救ったのは、マクシムスであったと言える。再び登場だね。関内の戦いの翌年にあたる紀元前215年、マクシムスはローマ執政官に選出された。彼の戦法は関内前と同じだった。直接的な回戦は避け、ヒットアンドアウェイを繰り返す戦法だね。もう誰もその戦法に反対する者はいなかった。侮蔑的な言葉であったクンクタトールは、いつしかその意味合いを変えていった。いつからかマクシムスは、ローマの盾、と呼ばれるようになる。ようやく評価されるようになったわけだね。そしてもう一人、ローマの剣、と呼ばれた者がいた。ナオマルクス、クラウディウス、マルケルスという。名門クラウディウス家のものだね。マルケルスはシチリアに行き、シラクサとの戦争で活躍した。また、トレビア下半の戦いでハンニバルに敗れたプブリウス・スキピオと、アニグナエウス・スキピオは、ハンニバルの本拠地イベリア半島を攻めた。ハンニバル戦争は今や、西地中海一帯を巻き込んだ大戦争に発展したのである。そしてこの時はまだ誰も知らなかった。ハンニバルをも超える英雄が誕生しつつあることを。次回、第二次ポエニ戦争の終結。チャンネル登録して絶対に見てくれよな。チャンネル登録していってね。